あと話関係ないんですけど、この紀藤拓哉と僕初めて会ったのはあの合コンなんですよ。これリアルなんですけど、言わなくていいこと、言わなくてよかった。もしよかったらカットしてください。ちなみにいつぐらい、いつぐらいだろう、あれ。あれはもう7、8年は経ってると思いますね。いや、それ以上でしょ。あ、それ10年ぐらいですか。うん、そうだよね。で、自分はあのその日誰が来るかっていうのを聞いてなくて、うん、で、待ち合わせのとこ行ったらリッキーさんいて、うわ、リッキー富士だって思って、すごいびっくりしたのは覚えてて、挨拶しましたね。2人でね、お互い始めましたちょっとリアルな話です。まあ、そんなことはさておいて。はい。その時も、まだ知ってる。成果っていうのはどうですか。その時はみんな成果はもう普通になんか終電かなんかで帰りましたね。普通になんかまだ終わったらなんかまだ電車あるって言ったら帰ろうかって。帰りましたね僕は。自分も帰りました。帰ったね、あの時はね、もうね。そういうことって結構覚えたりすると嫌だよね、立ち上がるね。はい、まあそうですね。2月19日。19日ね。頑張りましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。写真を撮ります。はい。あっ、怖っ。大丈夫。どうしたどうした。なんでこんなとこにバナナの皮があるんだよ。大丈夫。いや、後頭部。後頭部軽く打っちゃいましたね。大丈夫。ちょっとね。サボり。あ、急に立ち上がらない方がいい。うん。ゆっくりゆっくり。バナナの皮、なんでこんなとこにバナナの皮あるんですか。そういえば何かで見たけど、ちょっと前に笠井がここ来たんだろ。あ、その時あいつが置いてたんじゃないか、忘れてたんじゃないか。誰も掃除してないんですか。掃除しろよ。ひどいっすね。危ないよ、だいたい。あ、大丈夫です。すいません。うん、これ、ミオちゃんの言ったことが、はい、一つ現実になってしまったかな。違う。あ、そういえば、さっき言ってましたね。さっき、それなんか後頭部がなんちゃらかんちゃら気をつけろ、うんぬん。転ぶみたいな。当たっちゃいましたね。まあ、たまたまね。まあ、まあ、そうですね、はい。じゃあ写真で撮りましょう。どこですか。よし、じゃあどこ。あ、ま、真ん中ら辺。はい、じゃあ、お願いします。いきます。今日はいないけど、これにおなべ文句があるんだろうね。そうですね、はい。あ、そっか、うん、最強ですね。うん、あいつがいればね、はい、何するか分かんないから。そうですね、うん、はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、あのリッキーさんのちょっとエアギターをお願いしたいんですけど、はい、ちょっと真ん中でお願いした方がいいですか。ね、かなり難しいですが、音も何もなくこんな感じでなんかウクレレみたいな。いや、もうギターに見せるよ。エアーというのはね、そもそもないものをあるように見せるのがエアーなんだ。はい、すみません。お願いします。ちょっとお二人も、後ろのお二人もなんかお願いします。はい、ごめんなさい、失礼します。はい、じゃあこちらお願いします。いきます。